皆さんどうもこんにちは、ナオです。さて今回も引き続いて機動戦士ゼータガンダムの第13話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。機動戦士ゼータガンダムの第13話です。どう？始まりました。第13話シャトル発進ですね。前回ねジャブローに突撃に行ったんですけど、ティタンズはいなくてですね、なんか引っ越してたみたいなんですよね。引っ越してたのはまあ仕方ないとしてよ、なんで核爆弾設置するん？それほどエウゴを滅ぼしたかったんか？そこまでする必要あったんか？ジャブローを滅ぼしたかったんかな。滅ぼすというかなんか証拠の品とか壊したかったんかな。でもやることがなんか鬼畜すぎるよね。まあそれでなんとかね無事逃げることができたみんなやったんですけど、ハヤトが出てきたんですよね。ホワイトベースのみんながちょくちょく集まりつつあるんですよ。いやこれはちょっと熱すぎるよね。ハムロですか？ハムロだよね。優雅に曲を聴きながら、よく来れたものだ。え、未来さん？未来さんと子供たち？未来さんじゃない？フラウ小林、カツ、レツ、キッカも。フラウボ、カツ、レツ、キッカ、みんな成長して。まだセイラさんのこと好きなんでしょ？うじうじしてんだから。セイラさんのことが好き？セイラさんのことが好き？アムロ？アムロとセイラさんが、え？僕は一年戦争で十分に戦ったよ、カツくん。でもあなたはまだ若いんですよ。カツに若いんですよって言われる。ニュータイプは危険分子として僕はここに閉じ込められているんだ。ならこういう生活を強制されたら少しは骨抜きの人間になったって仕方ないだろう。自分のこと骨抜きの人間って言ってる。ごめんなさいね、生意気な子供ばかりで。いやでもすごい、フラウボはカツレツキッカを育て上げたというかさ、養子にやってんや。そしてハヤトはフラウボーと結婚した。カラバの組織がこれほどとは。当然と言いたいのですが、もうここは使えません。ガルダ2機を着陸させましたから。カラバさっきから言ってたけど、カラバはエウーゴに手伝ってくれるポジションの組織なのかな。言ってたもんな、カツもさ、アムロにさ、カラバに行ってよみたいな、カラバに入ってよみたいなこと言ってたから、アムロもカラバに入ったら。うわここに飾ってやんの。ファーストの時に戦ってた貝のやつ、単独で情報集めをするというのか。クワトロ対応はシャアーズナブルだと思える。うわ、貝分かっててんや。貝分かっててんや、クワトロのことシャアってすごいじゃんね。はい、お先に。お先にモビルスーツちゃんと積んでくださいよ。お先にね、カミーユ。どうぞ。レコアさんとカミーユの関係性良くなってる助けたからね。それは卑怯ですよ、シャアーズナブル名乗った方がすっきりします。神言う、それ言うの。今の私はクワトロバジーナ大尉だ。それ以上でもそれ以下でもない。あ、ここであるの。はっ、食いしばれ。そんな大人修正してやる。ここで殴んねんや。ほんでもって修正してやるってお前が言うんかい。これが若さか。殴られて出てきたシーンが、これが若さ。そこで言うセリフなんや。これがやばい。今のは逆シーンじゃない？笑わん人いんの？シャワー受け入れたね、カミーユを。これが若さかって言って。いや大人やわ。どうとな。シャトルが爆発した。今めっちゃ笑ってたけどさ、シャトルというかとりあえず空に打ち上がりたいねんけど、それを邪魔しに来てるチターンズがおるから、そのチターンズに戦わなあかんねんな、クワトルたちは。邪魔するから。今後なんかカミーユが何か言葉を発したら笑ってしまう自信がある。もうなんかもう、これが若さかっていう単語が頭から離れんくて、カミーユの言動すべてがこれが若さか。なってしまう。空でないのが空でないのがうまいこと動けへんのか、地球だから。それにはカミーユもちょっと苦労してんな。空の方が動きやすいんやろな、きっと。変形した？なんか変形する
機械さ、シロッコも使ってなかったっけ。モビルスーツに変形をするのか。うお、てかさ、クワトロさ、サングラスない方がかっこいいよ。ロベルトさん、撃たれたん今。はあ、ロベルト見てた。ロベルトが死んだよ。ロベルトが死んだよ、アポリ。あ、発射は7、6、5秒前。アポリ、ロベルトはみんなを守りきったんや。百式の肩に乗れ。はい。え、何、すごいおもろい。か、肩車していってる。ガンダムか、新型か。そいつを倒すんや。行け、カミユ、行け、カミユ。そこだ。閉じる前に撃つんか、もしかして。カミユ、すごい、カミユすごい。カミユは届くのか。マーク2、行ってくれ。クワトロ隊、ちょっと今回のこの戦いでさ、二人すごい協力して戦ったしさ、ロベルトはちょっと悲しいけど、クワトロとカミーユの信頼度、絆が強くなったと思う。地上で文明を築くことはまた地球を汚染することだと、なぜ気がつかない人々がいるんだろうか。そんなことで人を傷つけ合うのはつまらないことなのに。カミーユすごくない？めちゃくちゃ大人になってってる。ジャブローでの作戦が終了したから、みんな空に戻ってきてたんか。終わりました。シャトル発進です。シャトル発進したね。発進したけど、ロベルト、よく頑張ったよ。ロベルト、アポリも無事に空に帰ってこれてよかった。あれやってんな、クワトロがさ、自分の正体を認めへんからさ、修正してやる修正してやるっつって、カミユが殴っててんな。私さ、てっきりさ、カミユがまだまだクソガキで、クワトロが全然悪いことしてないのに、カミユが反抗してクワトロのことを殴るっていう展開なんかなって予想しててんけど、全然そういうことじゃなかったですね。いや、むしろなんかカミユちょっと大人になってきてない？クワトロにこれが若さか言われてやば、おもろ。はい、ということで見終わりました。機動戦士データガンダムのエピソード13でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やー